エンテロドンは、ユーラシア大陸に生息したクジラグーテーモク、エンテロドン化の絶滅した属。古代三期死神予行期プリアボニアンから、全神予、全キルペリアンの範囲にあたる、新生代の地層から化石が発見されている。学名は古代ギリシャ語で、完全な葉を意味し、完全に魔獣類の熾烈であることを反映している。 ユーラシアから産する四つのエンテロドン化動物の一つであり、他の三族は中国出身予高さ産のオーエンテラドン、モンゴル死神予中さ産のプロンテイラドン、中央アジア全身予中気から高さ産の巨大なプランテイラドンである。エンテロドンは大型の体育、細長い獅子、長い鼻先を持つ典型的なエンテロドン化の動物であった。片高位三35メートル。 頭骨長は65センチメートルに達した。他のエンテロドン科の動物と同様に、エンテロドンは、魔獣類の熾烈を持ち、上下額片側それぞれに、門子3個、剣子1個、小球子3個、大球子1個が並んでいた。それぞれの足のつま先は2本しかなく、高速での走行に向いていた。長く幅広な頭部は短く太い首に支えられ、頬骨は大きく肥大化して、 頭部の両側から突き出ていた。豚よりもむしろクジラやカバに近縁であるが、頭骨は豚のそれに似る。食性は雑食性であったと推定されている。エンテロドンの化石は主にヨーロッパから発見されており、遠く離れた中国北部からも標本が一つ発見されている。模式種エンテロドン、マグノスの生息地はヨーロッパの広範囲に広がり、 スペイン、ドイツ、フランス、ルーマニア、コーカサスから化石が発見されている。エンテラドン・ディーガルヘミーの化石は、フランス北部、エソンヌ県のコミューンベラ・シュール・エッソンヌから発掘されている。中華人民共和国内モンゴル自治区からは、エンテラドン・ダイラスの葉の標本が一本、発見されている。イーディーガルヘミーと、人の大きさ、比較チャールズ・ロバート・ナイトによる、復元図。 ありがとうございます。